なんかの番組の打ち上げの時に車の話をちらっとだけしたことある。へえ、うん、でも全然覚えてないけど今のイメージだとなんかラッパーがなんか乗ってそうな、ね、PV とか出てくるようないかつい車でしょ。ナビゲーターかエスカレードって感じですね。そのみたいでしょ、ね、やっぱラッパーの乗る車で行ったらどっちかでしょうか、はい、じゃあご紹介しましょう。本日のゲストは女優のめぐみさんです。女優なんだ。海川さんも女優のめぐみさん。ちょっと女優のとこで笑うのやめてもらっていいですか。 いいじゃないですか。女優で初めてしたい。女優のめぐみさんなんて。本日のゲストは女優のめぐみさん34歳。19歳でグラビアアイドルとしてデビュー。その後バラエティを中心に大ブレイクした彼女が今回やるね。やるね。18歳でマニアックですよ ね。人生初の愛車と16年ぶりの再会。ハンドルを握る。何ですかこれ。おれえよ。キイチのおぎやはぎと盛り上がるエピソードトークで、おっぱいがバーッと100ぐらい載ってるなんかページがあったんですよね。よし決めたみたいな。ドラマや舞台で女優として活躍中のめぐみさん、その華麗なる愛車遍歴とは。体の関係とかないよね。一回ぐらいは。そう。一回。いやいや一回。おぎやはぎの愛車遍歴ノーカーノーライフ。同期みたいなもんや。本当嫌っていうほどロケ行きましたもんね。行ったよね。何も女優だって話なんだけど。女優なんですよ。そうなんです。したこと覚えてる話。何がですか。車の話。1ミリも覚えてないですでしょう。俺も今思い出して。打ち上げなんか一緒に行ったことあります。打ち上げみたいな1回だけ覚えてる。それは覚えてる。本当。なんかあったんだよ。なんかあったんだよ。俺のその時の印象は、うん、めぐみがグラビアの人じゃない。うん、出てきてた、うん、これ達者なんだけど、うん、初めて私服を見たの。したら私服がおしゃれだなと思ったの。普通巨乳ってダサいじゃん。ダサいやつ。差別ですよ。巨乳って大体ダサいの。俺めぐみって私服おしゃれだなっていう印象しかないわ。本当ですか。え、第一印象とかって覚えてらっしゃいます。第一印象愛想がなかった。愛想がない。いやいや、そんなことない。愛想悪かった。悪かったです。でみたいな。それはだって俺たち芸人だけど、なんかその変なさ、そういうグラビアの子とか一緒になるときにすごくこうチャラついて喋りかけるやつが好きじゃないか。分かる。特に巨乳相手になんかカメラ回ってない子喋ると本当にこいつの子落とそうとしてんじゃないかっていう、あれが嫌なの。この番組はさあ変えるなら選ぶならソニー損保の自動車保険、カーコンビニクラブ、東洋タイヤと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。さあじゃあ車のね話なんですけど、あ、愛車遍歴は何見てくれてるの。そうですね、すごい好きで。あ、そう。あのキキキリンさんの回とか。あ、よかったね。うちの主人がこの番組をすごい大好きで毎週のように見ているみたいですけれども。車も、はい、好きですね。私も主人も。そうなんだ、はい。免許はいつ取ったの。免許はもう18になりたてのなって、もうその瞬間に。そうですね、まあ、地元が岡山なので、まあ、田舎なので、その免許をすぐ取るっていうのが一番かっこいいことだったんですよね。当たり前っちゃ当たり前なんでしょ。あ、そうです。男の子が、なんかシーマとか、はいはいはい、ああいうちょっとヤンキーカルチャー色濃くあるところなので、で周りはもうそんなもうヤンキーみたいなばっかり、ヤンキーばっかり、そのグループ、そうですね。なんか私もニャロメ柄のトレーナーにトラサルディのデニムに世界地図柄のセカンドバッグみたいな。分かりやすいね。あれです。あれ、ベタなやつ。あ、見たことある。あ、そうですか。ある、見たことあるわ。あれです。あれが世界で一番かっこいいと思ってたんで、あんた、あの格好で教習所に通ってましたね。じゃあ、やっぱりちょっとヤンキーチックな車が好きなんだよね。その時はですね、その免許を取るちょっと前ぐらいに、地元で一番行けてるジーパン屋さんみたいなのがあって。岡山で有名そうだもんね。そうなんです。自分でデニムを縫うみたいな、ものすごいこうおしゃれな感じだったんですよ。で、そのおじさんに君クソダサいねってそんなこと言う客に
まあ岡山も そっちは多分おしゃれな方の岡山だからね。おしゃれな方もたくさんいらっしゃるからね。デニムで有名なとこだから。そうなんですよね。えー、って思って、でそっからまあおじさんにいろんなデニムのおしゃれな格好とかそういうの教えてもらってたので、ちょっとヤンキーっていうよりもクラシックカーとかそういうのをおじさんたちは結構乗ってたんですよ。そこのお客さんだったりとかっていう人たちも乗ってたので、最初からもうクラシックカーに乗ろうっていうのは決めてたんですよね。じゃあもういきなりマニュアルだ。そうです。だから免許もマニュアル車のやつを取ってっていうのは決めてましたね。それはまだ素人なんだよね。もちろんです、もちろんです。車はじゃあ岡山に乗ったの？そうです。デニム屋さんのお客さんで車屋さんがいらして、クラシックカー専門の車屋さんだったんですけど、その方に、まあ、乗りたいなら譲ってやるよって言われて、で譲っていただいたんです。いきなりやるね。ニャロメから脱却しました。きりしゃれた岡山人に変わったね。そうなんですよ。じゃあその18歳の時に乗った最初の愛車、はい、見に行きましょう。それでは最初の愛車に登場してもらいましょう。どうぞ。うん、懐かしい。この色も可愛いな。また珍しい色だね。これもまた色いい色だこれ。めぐみさんが18歳で手にした人生初の愛車、フォルクスワーゲンカルマンギアタイプ3。ボディデザインはイタリアのカロッツェリアギア社が担当。タイプ3セダンのパーツを流用したスポーツモデルで、直線を基調に仕上げられたクーペボディが魅力である。なんかやるね。やる、ほんと18歳で。そう、マニアックですよ ね、 ちょっとね。マニアックだね。これのね、深い緑だったんですよね。おいいね。いい緑だ。だからね、すごいちょっとカエルっぽくて可愛かったんですよね。いくらだったのそれって？あ、てかその時はね、くれたんですよ。え、そう、もうボロボロだからっていうので、車屋さんがすごい仲良くそうしていただいて、体の関係とかないよね。一回ぐらいは。そう、一回。認めんじゃない、ちゃんと否定しなさい。ないです。ただでもらえるってすごいね。いいね。この顔がなんとも。これ7年間しか製造されなかったので、62年から69年。あ、そうですか。そうなんだ。これ結構今希少だよね。はい。タイプ1あるじゃないですか、はいはいはい、あれは結構人気があって台数もあるんですけど、うん、タイプ3はね、ほんと数が少ないんですよ。わー、じゃあありがたいな、ね、ど、ね、どこ一番のこの角度好きっていうめぐみず愛っていうのをさ、昔だったら前だったんですけ ど、 なるほど、今この後ろのシャープな感じが。確かに昔は前でやっぱ年取ってくるとケツが好きになってくるだろ。男と同じ考えだった。ケツいいね。ね、ケツがいいですね。いいじゃん。でも古いですね。もう古いよ。60年代なの。69年式でしょ。そうです。一発目でこの車乗った女とは車好きの男も近寄ってきづらいね。そうですね。逆に無理よ。もうそれ大人になってからその男の人を選ぶときにさ、ちょっと車のセンスも見ちゃうようになるでしょ。もうダサいのダメですね。でしょう。やっぱクラシックカーが好きじゃないけど、ね、乗ってみようじゃあ。乗りますか。みんな乗れる。思い出すから。めぐみが何歳なのかさっぱりわからないんだよ。34です。あれそんな赤いの。そんなもんなんだまだ。これミッションどうやって運転するんだったっけな。この後めぐみさんが16年ぶりにマニュアル車に挑戦。多分こうだね。こうやってゆっくり話してくんだよ。アクセル踏んで。でもなんか思ったよりもうちょっと広いと思ってましたけど、大体ね昔のこれ乗るとね、みんなこんな狭かったっけとか言うんだよね。よし、じゃあ行こう。行きましょうか。エンジンかけよう。はい、はい、そう、うん、音がね、ギュッと向き踏んだ。いけるいける。はい、行きますよ、うん、で、そう、うん、で、ゆっくり話してくんだよ。はい、アクセル踏んで。はい、そう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 、大丈夫大丈夫、大丈夫だ、大丈夫だ。いやもうミッション超久しぶりだからドキドキしますけど。せーな。あ、待って、これこっち行けばいいんです。これがね、いいんですよ、この感じで。クラッチ踏んでみ。クラッチ踏んで、アクセル離して思いっきり踏んで、クラッチ。はい、そう、で2速入れるから。よし、これで行け行け。これずっとこれで走よう。はい、2速で、うん、もっとアクセル、アクセル。怖いミッション、ちょっと久しぶり。こんなに運転してないの。いや、ミッションしませんよね。俺根性ぶつかってんだけど。おい、ブレーキ、ブレーキ、クレーキ踏んでる。それクラッチじゃないぞ。
左がクラッチ、右でブレーキ、うまい。じゃあ、痛い。クラッチ、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 大丈夫かこれ。怖えよ。ちょっと変わる。ちょっともうダメだ、ダメ。ダメです。このカルマンギアの、ほら思い出とかもさ、ちょっとこう車の中で聞きたいから。そうですよね。多分俺話しかけても無視するよ。今ちょっともう話なんかできる状態じゃないです。すいません。ダメだこれ。こんなに運転ができないやつ初めてだよ。なんかシートベルトなかったんだこの車。ないんだよ。そうだそうだ。お運転はうまいの？今のところすげえ下手だと思うけど。いや、ミッション以外は超ちゃんとオートマだったら、ほぼほぼ毎日乗ってますから。あ、そうか、もう十何年。じゃあ何、後にも先にもマニュアルはこれだけ？これだけです。半年間だけ。だから運転できないんだな。だからこんなできないんですよ。そりゃそうだ、過ぎちゃいますよね。無理無理こんなの。よし、大丈夫ですね。もう心配事はもう大丈夫、もうないですね。もう大丈夫。あ、なんか取れそう。取れそうだね。あ、まだね、しか行かなくなっちゃった。取れそうな気がする。こっち側になっちゃった。取れた。取れた。あ、やばい。あ、やばい。こっち側になっちゃった。取れた。取れた。やばい、やばい。やばい、おっちゃん、おっちゃん、おっちゃん。こんなことあります？こんなことある？ワイパーが取れちゃうっていうのなんてあります？ちなみにワイパー飛んだことないよね、今までね。その私ですか？この車で。ない、ないです。ないね。窓が開かないが、まあ、最高になりますけどね。ワイパー初めて。ワイパー初めてね。友達とか乗せたりとかあるの？あります、あります。やっぱ海に行くっていうのは決まりだったんで、この車で行って。で、死ぬ思いした。くっさ暑い。あ、暑くてね。そんなからそれか言ってないんですけど、うん、半年間でもだからもう、あれ壊れちゃって。無理か。なるほど。当時お金もね、ないから、ね、そうそう、まあいただいたものではあったんですけど、まあ直せないっていうので、半年間でもう、さよならっていう感じだったんですけど、まあちょっと自分には早かったかなって。早いよ。そうね。やっぱね。確かに18歳の女の子には早い。ちょっとね、背伸びしちゃったかなっていうのが。おじさんたちも、やっぱね、めんどくさいんだけどかっこいいんだよねみたいな、そういうのを言ってたなっていうのをちょっと思い出しましたけどね。車好きのおじさんたちってまだ岡山で行けてんのかな？行けてますよ。結局かっこいいんだ。結局かっこいいおじさんですよ、今も。今もクラシックカーのみんな乗ってますし。今でもたまにそんな会うこともあるんだ。あ、あります、あります。全然ありますよ、会って。一緒遊んでお酒飲んで。だってヤンキーからで、ね、変えてくれた人ですから。そうだよね。そっか。それはもう感謝してます。それは大事な人だね。大事ですね。いやー怖かった。単純にね、怖かったですね。こっち出れないからやっててくれる？、うん、じゃあ次行こう。行きましょうかね、うん、次、うん、次の愛車遍歴振り返りましょう。さっきこれだっけ、これだっけ。ね、うん、ねえ、でも可愛いでしょ。そこも含めて可愛いっていう。もうめちゃくちゃかっこいいよね、今でもね。そう。でもね、楽しみだよ。今からの愛車遍歴を振り返るのに一発目あれ乗った人が何に乗ってくんだろうと。そうですよね。期待が上がるな、これは。そうなんですよね。じゃあちょっと続いての愛車遍歴聞いていきましょうか。こちらがめぐみさんの愛車遍歴になります。先に言っときますけれども、めぐみさんの愛車遍歴は全部で5台です。まだね、お若いんでね、やはり。まあね、18から女の子で車持ってるってなかなかいないからね。そうですよ。そっか。いないいない。普通は自分で乗らないからさ。あ、彼氏のね。そう、彼氏のシーマ乗るんだよね。彼氏のシーマってのは、まあ独特だけど。特別な人だけどね、それは。そっか。わずか半年で故障してしまったカルマンギアに代わり、2代目の愛車として選んだのが日産の B1。レトロなデザイン、バイクカーブームのきっかけを作った。これまだ岡山時代でしょ？そうですね。なんで買えるの？あの母と、だから私飲んで、まあ、バイトしてたんですよ、ずっと。18の時。言えるやつじゃんと、言えるバイトなの。どういうことですか？で、何やつ？何のバイト？抱かれて車もらって言えないから、やばいやつじゃないか。岡山のやばいやつ。やばいやつ。
ちょ母が結構出してもらってちょっとなんかちょっと出すよみたいなこと で一緒に乗ろうみたいな感じで ね, そうですね。ああそう、いいの選ぶじゃん、ね、えまあ運転しやすくて、車ってこんなに運転しやすいんだそうだよね、最初にあれだからエアコンも効くし、これマーチベースですからね。そうだよ、で壊れないもんね、そうそうそう、絶対。そうですよね、それいい車だよ。やっぱり日本の車ですし、うん、窓もすごい早く開くし、そう当たり前なの。これはいい、普通なんですよね。それをこの車で初めて知りましたね。車ってすごい。そんなめぐみさんも18歳の時、芸能界を目指し上京することに。実は高校時代からの夢はアイドルではなく、まあ、歌手になりたかったんですよ。ソウルシンガーみたいな。ソウルシンガー留学されてるんですよね。え、ニューヨーク1年間ぐらい、16ですか。 16? そう、高1の時に休んで。そう、16で16で1年間行きましたね。そうで、まあ、向こうでゴスペルの教会とかで行って、ゴスペルの曲を黒人の方たちと輪になって一緒にやったの。やって、ああ感化されちゃって、アフロにしてオーバーオール着てもとか。ああ鶴瓶師匠ですよね、昔の。全く同じ格好だね。全く同じですけども、ああっていうのでやってたんですよ、1年間、知らなかった。そうなんですよ。歌うまいんだじゃあ。いや、それがね、まあ普通なんですよカラオケでちょっと上手いねって言われるぐらいな感じなんですけど。よく行かせてくれたね。じゃあだからもううちの母を1年がかりで私も説得して、それでこう1年途中で。ニューヨーク1年って言ったら結構お金かかるからね。すごいかかるよ。そうなんですよ。東京も行ったこともなかったんで。東京の前にニューヨーク行った。そう、逆だね。アホでしょ。アホなんですよ。すごいわ。そうだから、まあ行っても行動力はすごいけどね。そうなんですよね。なんで歌手志望でそんなゴスペルまでね、はい、そんなんで留学してんのに結局グラビアじゃない。そうなんですよ。なんか確かに上京して変だね。まあその状態、アフロの状態で、うん、でもブラックミュージックだぜ、うん、みたいな感じで、ね、いろんなオーディションを受けたんですけど、当時その小室ファミリーも全盛期で、まあ落ちちゃって、で、まあ当時もう19とかだったんで、芸能界ってまあ16ぐらいでデビューしてないとまずいんじゃないっていう、ね、なんとなくそういう意識もあったので、焦っていた時に、私のその東京で通っていたボイストレーニングの先生が今の会社の社長を紹介してくれて。で、野田社長でしょ、だから最初、ね、そうです、あの人ですよ。あの最初嫌じゃなかったの？なんかさ、下に見てそうじゃん。あのニューヨークで歌手目指してる人間からするとグラビアとか、うん、完全に下に見てましたね。そうだよ、そうだよ、もちろん見てますけども、切羽詰まってますから。こっちはもうすぐ20歳になっちゃうっていうので、とりあえずってことだよね。とりあえずやって、もう1年後にはもうすっぱりやめて音楽行こうっていうふうに思ってたので、もうきっかけしょうがねっていうので腹をくくった感じですね。で、野田社長は何を気に入ってんだろうね。まあ父でしょうねその時ってもう、まあ、ジャストおっぱいだと思いますよ。あのもうその人だった、野田社長ってもう、あもうおっぱいの人だから、うん、なので初めて会った時は喫茶店みたいなところあって、うん、週刊大衆の全国 あのおっぱい自慢特集みたいなんで、おっぱいがバーって100ぐらい載ってるなんかページがあったんですよね、うん、でそれの中でお前らどれだみたいな、83番ですかねみたいなよし気に入ったみたいななんだよその面接アホなやり取りをしてどうやって見るんだろうな。親おっぱいはそれは見て分かるよ、大きいって、ね、だけどタレント性みたいなのってどうやって、そうそうそう、宇田さんってどこ見てるんだろうね、うん、なんかね、そのものすごい可愛いっていうことよりも、うん、なんかちょっとボーイッシュだったりとかサバサバしてるとか、なんかそういうのがまあ社長のタイプみたいですね。だからうちの事務所の人結構みんななんかこうサバサバしてるっていうのはあるので、だからその子が売れるってことよりも自分となんかやりやすい人っていうので選んでたような気はしますけどね。あ、うん、面白い子多いもんね、ちゃんと喋れたりとか。あれ何なの、ね、あれはね、でもね、当時、うん、あの一番最初についたマネージャーっていうの、女マネージャーだったんですけど、うん、ものすごく怖かったんですよ、うん、
厳しくって、うん、でその人がいつも言ってたのが、なんか面白いことあったよここでっていう言うの？グラビアのロケで夕ご飯食べてる時とかに、うん、当時そんなまだ何にもわけわかんないことですし、急に言われるってものすごい無茶ぶりじゃないですか、うん、だからもう苦し紛れにおっぱいからお湯が出ましたとか言ってシーンみたいなつまんないとか言われて、でもそれを毎回やってたんで、小池さんも私も里江さんもそのマネージャーだったんで、みんなそれ通ってるんですよ。耐えられるんだ。そうなんです。みんなすごいんだ。だからタイにロケ行っても、あ、バンジージャンプだ、飛びなよ、飛ばなきゃ売れないやとか言って、で水着で飛んでとか。そう。それカメラなしで。カメラなしで。濃いね、その人。その人まだいんの？その人今ジャマイカ行って。は？ジャマイカでボブマーリー一族のまたマネージメントみたいになってて。ボブマーリー一族のマネージャー？そうなんです。そこで鍛えてんの、まさか。そこで鍛えてるの。だから一族もなんか滑ってるかもしれないですよ。めぐみさん、デビュー後は名物社長やマネージャーの厳しい教育もあってすぐに大ブレイク。21歳の時、ついに東京で愛車を手にすることに。選んだのはフォルクスワーゲンゴルフの最上級モデル、カブリオ。 FF2 ボックスカーの世界基準として評価された名車である。ゴルフやっぱちょっと気になってたんですよね。角張ってたやつでしょ、あのクラシックのね。そうです、そうです。二十歳ぐらいからずっと探してて、車さんの雑誌見てはそこに訪ねに行ったりとかしてっていうのを繰り返してて、まあ、ちょうどこの年齢の時に見つかったっていう感じですね。ネイビーの、そう、紺色のやつに乗ってたんですけど。珍しいね、この時代の21歳のグラビアで車買うことなかなかいないからね。そうなんですね。いないよ、周りにも。全然見ないよ、ね、電車とタクシーで成立するので。好きだったんですよ、好きなんだね、車好きだったんですよね。これは納車された時のことは覚えてる？納車したその日に故障しちゃいまして。なんかありません？あ、これ、あの、ハズレ引いたなみたいなの。確かエンジンがあんまうまいことかかんなかったんですよね、納車した日に。で、あれとは思ってたんですけど、まあ、騙し騙し乗っていたら、まあ、窓が開かなくなってエアコンが効かなくなって、で、まあ、音楽もちょっと途切れ途切れになっちゃって、で、最終的には朝起きて車に乗ろうとしたら足湯みたいになってて、下が浸水しちゃってて、それでもうお別れしちゃいましたね。だから多分最悪なものを買ったんだと思うんですよね、これね。本当はすごいじゃん、東京出てきてさ、車買うってさ、そうなんですよ、21歳で。そう、なかなかね。それワクワクしてますし、ね、これでいろんなとお台場行ったりとか、なんかちょっとあの、わけもなく走るでしょ、わけもなく伊豆行ったりとかね、鎌倉行ったりとか、そういう思い出すごいいっぱいあるんですけど、うん、調子が悪いなっていうのはずっとこの辺にありながら。で、でも好きだし、自分の夢っていうのがあったので、騙し騙しやってたらやっぱ最後はもうびしゃびしゃになって、でもね、すごい嬉しかったですよ。そうだね、東京運転してるっていうか、レインボーブリッジ通ったとか、遊ぶ幅も広がるじゃないですかね、温泉行けるとか、すごい大人になった気持ちがして、ね、岡山が出てきて21歳で。そうだよ、そうですよね、今もいないよ。で、続いてがすごいところに来てる、はい、23歳で。23でだぞ、今考えてみ、500SL ですから、 500SL で乗るって考えられない、今。なんで、なんで水浸しになったゴルフに代わり、23歳で手にしたのがメルセデス・ベンツの高級スポーツカー 500SL。 実はこの車を選んだ理由は、プライベートでの変化が大きく影響していた。まあ、主人と出会って、この辺ぐらいで出会ってて、出会ってて、でも車好きな人なので、まあ、彼もすっごい古いのを乗ってて、で、私もそろそろ、まあね、あのゴルフもダメになっちゃったから買おうかなっていう相談してた時に、まあ、いろんな情報を教えてくれて、これがやれがいいっていう中で、これがちょっとグッときちゃったというか。いや、それグッとくるよ、かっこいいすぎるよ。かっこいいですよね、買えない、買えないよ、まあ、高いから。高いし、まあ、売れてたんですよね、だから給料そんなにいいの？売れてたね、働いてた時だよ、すごい。あ、そっか、あの辺か、いっぱい、まあ、毎日仕事したもんね。
一仕事したんで、お金もあったんですよ。お金もすごいあったんですよ。そうそう、だからもう買っちゃえっていうの。でも古いのだからそんな高くなかったんですよ。そうなの。また後ろが姿がこうすごいシャープで、そのエンジンのカラカラカラーンっていう感じもすごいいいし、なんかあんのこだわりとか、こう乗った時に例えばさ、うん、タイヤ変えるとかさ、うん、そういうことすんの。タイヤをあのホワイトリボンのタイヤに変えて、あと色を買った時はね確か白だったんですけど、うん、なんかちょっと白おじさんっぽいなっていうか、うん、何色いいのかなと思ってた時に、うん、たまたまコンビニであの明治のチョコレートってあるんですか、うん、はい、これですよね。この茶色が可愛いなと思って、うん、これを車屋さん持ってってこの色にしてください、うん、このままこうやって持ってた。これもでも、あ、これをこれこうちぎってこのままだけ渡す全部食べたいですからね。で持ってってでこの色に塗っていただいて、可愛いんですよ。可愛い感じするそれ。いいね。でも確かにこの色の車かっこいいね。そうなんですよね。だこれがすごい気に入ったので、まあ、この後もずっとこの色に塗り続けてて、もうずっとこれで行こうと思ってるんです。今後乗る車？そう。全部これに塗ってやろうと思って。でもこれに似合わない車もあるじゃん。だって実際は。無理やりもう塗ろうって感じちゃうのこれ。これで行こう。ちょっと古い形だったらこれは似合うよ。そうですね。そうなんですけど、これでちょっと行こうって。もう決めたんだ。今んとこ決めてんですよ。なんで出会ったの、そういえば旦那さんと。旦那さんはライブ見に行ったんですよ。ドラゴンアッシュの。そうですね。で、あ、かっこいいってまあ思うじゃないですか。ね、と思って、まあ、ビビビみたいな感じなんですかね。それ誰もファンが思うやつだよね。なんですけど、そこからもう打ち上げとか行って、今度ラジオ来てくださいみたいな感じで、もう完全もう猛アタックって感じですよね。でもさ、ファンからファンとして見てた場合ってさ、付き合うと変わる、うん、全然違うでしょ。それってどうなんですか。確かによく言うね。ファンからってあんまうまくいかない。100点から行っちゃったから。そう。いいイメージだけだから、マイナスしかないっていう。でもなんか、もちろんそういうとこもあるんですよ。アーティスト独特の波、精神的な波みたいなのもあるけどまあそれはなんかちょっと予想してたことじゃないですかね。まあまあ来たねっていうのはあるんですけど、私がその当時っていうのはもうもろ芸能人だと思ってた自分のことを。だからもうサングラスして帽子かぶってマスクしてとか、もう隠れて個室でとかってそういう生活をしてたんですよ。なんですけど、なんかまあ古谷さんはもうすごいオープン、普通にもうそのままの状態で生活しててもコンビニも行くし、なんかその生活にすごい衝撃を受けて、あ、普通にしないとこれやばいなみたいなっていうのがあったんですよ。で彼は彼で派手じゃないですか、ミュージシャン、なのにもかかわらずクリーニング屋のおばちゃんとなんか仲良くして、なんかお礼してとか、コンビニの行きつけのおばちゃんとか、なんかまあちょっと特殊なぐらい地域に密着してる人だから意外だね、それね。おばちゃん元気みたいな感じだから、ものすごい、これはでもいいことじゃないですか。いい人だね。いい人なんですよ。だからいいことだから、私はちょっとこれはそっちに行こうと思って、でそっからまあ帽子も取り、メガネも取り、まあ調子乗ってたんで、それを変えてくれたっていうのはもう感謝してますよね。さあ、じゃあ続いての愛車登場ですが、B1 ゴル、そして 500SL の中からどれが登場します。どれがいいのかな。まあでもベンツはね、今でも乗りたいと思ってますからね。この車の後ちょっとこれに戻そうかなと思ってるぐらいなんで。あら、そうなんだ。本当。さあ、それでは続いての愛車に登場してもらいましょう。どうぞ。はい、来ました。これ白だから塗る前だね。いいね。これ23歳乗った。乗りました。2004年、めぐみさんが結婚前の古谷さんと選んだ車、メルセデスベンツ 500SL。 スポーツ性能が際立った先代から大きく様変わりし、このモデルで上質さが増した。そのためセレブの間ではステータスシンボルとなり、18年間の長きにわたり生産され続けた。本日お車お持ちいただいたのは自動車販売店の佐藤さんです。東京都からお越しいただきました。ありがとうございます。これ何年式ですか。87年式になります。そんなもんでした。87年、今おいくらで。220万円で。
なかなかですね。なかなかですね。なかなか何なんだって。でも元々は白だったからね。そうなんですね。はい、まあまあこれをねだから茶色に塗ったんですよ。そうか、じゃあすみませんお借りします。どうもありがとうございます。ますなんかね。うん、悪いの乗ってんのが面白いなと思ったその時は。そうだね、うん、なんかいいかなと思ってたんですけど、うん、これ古谷さんもドライブしました。そうですね、一緒に、まあ、選んでんだもんね。そうですね、もう兼用みたいな感じで乗ってましたし、似合うしね。あと後半ね、妊娠したんで、うん、あの病院とかこれでよく行ってましたね。なるほど、うん、思い出の車で。でも確かにこれ明治チョコレートの色にすると一気になんかこれちょっと悪そうなのが洒落た感じになるね、うん、そうでしょうね。そうそうそう、ちょっとね、でリボンタイプにして可愛くなるんですよ、うん、そうそう、余計クラシック感が増すというか、いいいい、もともとこれ、うん、今までのスポーツカーのイメージの SL から、はい、ちょっとこう大人っぽく、うん、エレガントなこうロードゴーイングカーになったタイプのやつなので、うん、なるほどね、この大人びた色が多分すごい似合うんですね。なるほどね、はい、どう、ちなみに一番いいアングル、めぐみずあい、顔が悪いのがね、迫力があるけれども線が細いっていう、はい、その感じがいいな、はい、なので、まあ、この辺ですかね。顔ありだね。ありです、ありですよ。じゃあちょっとこれ運転してみようか。これはオートマだから、これだけさすがに、はい、これは大丈夫。 OK、 なんか悪そうだね、やっぱり。そう、音がね悪いわ、これ乗ってんの。今こうやって横から見てると悪い女だな。まだな、いいでしょ。あ、どうですか、こういう女。どうしてまだ帰りそうだけど、あれサイドブレーキどこ行ったの。その上にあるでしょ、上、左の上。その辺ない？その辺ない？これ？え？うん、聞いてみ？聞いて、それそれ。そう。全然覚えてないんだよ。基本的に。おー、いいね。確かに。重厚感がある感じしません？するね。こう道にこう吸い付く感じっていうか。あのやっぱ車高の低さだから。そう、それが楽しかったですね。これ壊れなかった？これはほとんど壊れなかったですね。もうね、やっぱベンツは優秀だなっていうの思いましたよ。そうだよね、うん、評判良かった。じゃあ良かったですよ、これで現場行くのとかもね、行ってたの。行ってました、行ってました。23で、もう私もやっぱ自慢なわけですよ、これ乗ってる感じがちょっと、ね、私行けてるでしょと。そう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 。でもこの車乗ってる時にさっき妊娠してたよね。妊娠、そうなんです。そう、後半で妊娠しました。で病院もこれで行ってたんですよ。病院もこれで。あ、そう。そんな若かったっけ。27で結婚、26で妊娠しましたから。あ、そうそう。そう、なんか意外と早いんですよ、なんでもかんでも。なんかバリバリ働いてるイメージなのに意外とそういうところちゃんと。そうなんですよね。私ももう全然結婚なんかしないんだろうなと思ってたんですけど。旦那さんって何歳？うちの主人は、今35ですよ。あ、同級じゃん。あ、そんな感じなんだ。あの2個上なんですけど、早生まれだから。そう、だからね、意外と彼も早く、ね、27ぐらいで。2人してそんな若くで結婚した。そうなんですよ。仲いい。それ以上は、ね、言えないですけど、まあね、でもまあ10年近くもいますからね。まあ仲いいでしょ。いいんだよな。いい感じするよ。いい感じには見えるよね。そうそうそう。なんとなく。最近ドラマのお仕事が多いから時間とかすれ違っちゃったりはしないんですか。確かに女優っつってたもん、ね、そうだ、紹介で女優って言ってたもん。そうなんです、もう今芝居頑張ろうと思ってて。そう、そうそうそう、舞台とかね、年に2本必ずやったりとか。そうそう、やってんですよ今。大変じゃないの舞台は。でも舞台すごい最高なんですよ。あれですか、そういった現場で車のお話とかする方とかいらっしゃるんですか。やっぱ役者さん好きな人ね、結構。役者さんはいいよね。そう、あのクラシックカー好きな人。若い人でいる？松田翔太とか。おお。あと古いの好きなんですよ。好きなんだ。すごい古いの好きなんで。そうそうそう。なんかいいの乗ってそうじゃない。乗ってそう。そういえば歌手活動してんの、歌手は。誰ですか。あんた私そうだよ、歌手になりたかったじゃん。だって歌手いつなのよ。歌手は歌手だからデビューしたんですけど。あ、したはしたの。ちゃんとしました。6枚ぐらい出してるんですよ。出してんの。でもそういうリアクションなぐらい世の中に届かなかったわけですよ。そうか。そう、もう1回は、もう1回ないの。そうだよ。だから 6発やってるわけですから。6発やってダメだからもうダメしよう。いや、だって、うん、夢だよそれが。いや、そうなんですよ。そうなんですけど、こだわり方って
っていうのを見ちゃったんですよ、隣でね。こんだけ繋がるんだっていう。そっか。見ちゃったわってなるよね。そうそう。プロを見ちゃったんだ。すんませんでしたみたいな。なんかこの生半可な私のこの立ち位置みたいなのがすんませんみたいな。プロを見ちゃうと思うよね。そうなんですよね。そうなんですよ。ちょっと引いちゃって、それで。引くわな。私無理だってなるわな。なりますよ。運転スイスイでしたね。いい車。でもそんなに気に入ってたのになんで手放しちゃったんですか。やっぱり子供いてこれダメでしょ。こんなだってこんな手放しちゃった。そっか、チャイルドシート乗らねえもんな。こんなんじゃ無理だ。家族いて無理ですよね。そういうことか。そうですね。めぐみの愛車遍歴。あ、はい、はい、こちらでございますよ。来たね。はい。来て23歳まで来ました。27、これを手放してあげよ う, そうです、ね、チャイルドシートが乗らなかった。そっか、子供ができたからね。家族も増えますしね。旦那さんも車あるわけでしょ。あるんですけど、そっちも無理。ベビーカー、あの結婚して子供生まれて、うん、でかいの乗んのかなと思ったら2人乗り買い始めて、あ、じゃあ私がもう歩み寄っていくしかないんだなっていうことで大きいのを買いました。そうだ、ね、やっぱ行かれてんだね、ちょっとね。行かれてますね。アーティストですから。そうだね、それでは現在の愛車に登場してもらいましょう。どうぞ。チェロキー、チェロキー、ブランドチェロキー、ブランドチェロキー。あー、いい。あ、この色、この色、これがチョコ色。あー、この色だ。おお、この色だ。悪そうだな。悪いね、これタイヤも。めぐみさん現在の愛車はジープブランドの最上級 SUV、 グランドチェロキー。アメリカンサイズの大型ボディ、 5.2 リッターのエンジンを搭載。オリジナルのチョコレート色で塗装したこの車にはめぐみさんのアイデンティティが詰まっている。いやー、なるほど。アメリカ大好き。そう、そうなんですよ。確かにこの夫婦乗ってていいね。いいよ。なんかホイールが悪いホイールだもんね、タイヤと。そうなの、でかいね。ちょっとぶつけてますけど。この色塗ったのね。塗りました。これは多分最初黒だったと思う。黒ね。これこれ。確かに、確かに。そうです。本当だ、同じ色だ。いい、かっこいいね。いいでしょ。すっごい気に入ってますし。すごい乗ってんね。これ最新のチェロキーにはしなかったの？そうなんです。やっぱね、古いのがいいなと思ってましたし、この中のね、チェアが2色なんです。黒とグレーの。これがやっぱ日本に1個しかないですよ。これさ、チェロキーのこんなシートふかふかなんだ。超ふかふかで最高なんですよ。特にこれやっぱグランドチェロキーってね、一番最上級なんです。ね、そうなんですか。そうなんだ。確かにこの、あの顔の方が俺も好きなんだよ。分かる。この方が一番チェロキー良かった時代だよね。ね、これね。黒にしてる。ここも塗りました。黒にして例のやつね。例のやつでマークも取って、ジープも取って。ジープ取っちゃった。なるほどね。どう、これ、あの 500SL からすると大きい SUV になったじゃない。だから運転難しくない？あの修理代だけでも本当に言えないぐらい。つけただってもうおかしいじゃないですか、このサイズ感。わかんないですよ。知らねえよ、そんな。自分で買ったんだろ。わからないですよ。確かに傷だらけだもんね、結構ね。そうそう、横とこれでもそうだし。そうそう、でももうこれはもうこういう車だからいいかなと思って。ああ、まあね、ジープだから。そうだよ。そうそうそう。でも自分の運転席側なのにね、これが右切れ見れないんだ。逆だったからね。まあ逆やっぱ行ってるわ。全部行ってますよ。確実に行ってんのね、ちゃんと。こういうのガリってるね。そうそうそう。これ、これも取れちゃってんじゃん。あ、そうなんですよ。はいはいはい、やっとやって。結構真面目な感じなんだね。ちゃんと全部行くんだね。ちゃんと行きますよ。はい、こっちも行ってます。全部行ってんじゃん。そうなんで、ちゃんとまんべんなくぶつけてるね。行きます、行きます。ここ結構ドアが取れたこともありますからね。あ、そう、カラリンって。そうそう、結構運転うまいって言ってたよね。でかいからやっと最近慣れてきたんで手放せないんですよ。あ、もうやっともう何年もかけてもうぶつけてきちゃったのが今やっと自分の体に合ってきた感じもするし。これさ、自分の趣味でタイヤホイール買いだ。いや、ホイールは主人です。主人、はい、そうだね。これ主人の趣味だよ。タイヤってどうでもいいですもん、だって本当。もそうだよね。でもやっぱずいぶんかっこよくなるよ。そうそうですね、ちょっと上げるとね。ちょっといい運転、はい、あ、もちろんしてください。ぜひぜひ。あ、そうですよ、俺ぶつけることはないから。でもぶつけてもいいんでしょ、これは。ぶつけても全然大丈夫ですよ。そうだね、はい、なんかこれはあんま気使わないね。全然いいです。気使えない、こんな家だったら。そんな怒んなそうだし。全然大丈夫です、ぶつけても。チェロキーはな、
あ、椅子の位置も高くていいね、後ろから見やすくて。ふかふかね。ふかふかですね。でしょ、いいな。いいですよ。あ、すごい。いや、いや。あー、いい。いいですよ、これ。やっぱいいな。いいでしょ。なんかね、やっぱ乗り心地がアメじゃ。そう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 。ね、そうなんだ。なんかハワイにいる感じするもん、今俺。そうそう、あ、そうね、そう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 。マジでこうアメリカ行って、レンタカー借りて、ちゃんとやっぱ4回借りるから俺。あ、そうなんだ。 それ借りて、あ、やっぱいいな、アメ車、アメリカはアメ車で乗るのいいなって時の感覚の乗り心地、ね、そうそう、なんか遠くね、行きたくなっちゃう。そうだね、ちょっとどっか行こうかみたいな。これは結構行くの、家族で。行きますね、もうあの子供の送り迎えだったりも。これで行く？全部行きます。仕事も全部これで、まあ、行ってますし。ドライブするとき、なんかこう必ず持ってくものとかあるんですか？コーヒーとか。あ、どういうこと？コーヒーって一人の時間がないんですよ、だから日常で。そうですよね、子供がいてマネージャーがいてとかなってくるとないから、お茶をゆっくり飲むっていうのが車の中だけなんですね。わかる、車ってでもそうだね。そう、喫茶店みたいな。喫茶店だ。そうそうそう、カフェ感覚っていうか。じゃあ一人になれる空間ってことは、最近あの、はい、セリフ覚えたりとか。そういうこと。そうですね、一人で覚えたことばーって言ったりとかしてるから。そうか。でも台本見れないですよね。見れないですから、あの録音してるんですよね、全部ね、そのシーンをね。自分の声、自分の声で入れて。相手の声も入れるの？相手の声を自分が代役して言ってる。声ちょっと変えて。そうなんです、そうなんですよ。だから覚えられないんですよ、そうじゃないと。もそう、確かに聞くのがいいかも。覚えられる。ご主人のお父様とかなんかアドバイスもらったりとか、そういうこともあるんですか？確かにすごい人だ、ね、確かにすごい人だよ。お父さんすごい人。お父さんすごい人だ。お父さんがね、そうやってるみたいなんですよね。そのだから録音して聞いて、演技指導みたいなのあるの？なんかこうやって芝居っていうのはした方がいいんだよみたいな。もう私がやるあの舞台は必ず来てくれて、その後にあそこはもうちょっとああした方がいいとかっていうのは言ってくれたりとかするよね。だから緊張しますよ。緊張するね。お父さん見てると思うと。本当だよ。